的ですごく不思議な場所です。いろんなところを冒険してきたけど、こういう場所は初めてかも。ワクワクするな。ここのどこかにマジェコンヌがいるのね。マジェコンヌには似合わない場所に。皆さん気をつけてください。ここはマジェコンヌのホーム。どんな罠が仕掛けてあるかわかりません。行ったそばからラスボスのご登場のようね。よくここまでたどり着いたな。褒めてやろう。別にあなたに褒められても嬉しくもなんともないわ。それよりも大陸同士をぶつけるなんてバカな真似、今すぐにやめなさい。やめろと言われて誰がやめるものか。なら安心したわ。ラステーションをむちゃくちゃにしてくれた借り、今日こそ返してあげるわ。アブニールが好き勝手振る舞う間、おどおどと指をくわえて見ているしかなかった。非力な女神が言うようになったものだな。何？それで挑発でもしてるつもりなの？確かに私はちょっと容量が悪かったり、不器用な感じがあるのは自分でもわかるわ。それでもね、シアンたちのためにいい国にしようって一生懸命頑張ったのは本当。そしてそれはこれからも続けていくつもりよ。だって私はラステーションの女神なんだから。口先だけは一人前になったようではないか。では私からは一言お礼を言わせていただきましょうか。女神の力を失ったことがバレるのが怖くて、一人閉じこもっていた臆病者が。確かにあなたの言う通り、私は臆病者だったかもしれません。ですがそのおかげで愛ちゃんやランランたちに出会うことができたのです。ベール様、彼女たちは私を女神グリーンハートとしてではなく、ベールという一人の女の子として慕ってくれた。その出会いのおかげで私は自信を持って外に出ることができたのです。ですから、大切な友人との出会いをくれたあなたにお礼を、そしてそれを奪わせないためにもここで撃たせていただきますわ。それが貴様の戦う理由だというのか。よくもそんなくだらん理由でここまで来れるものだ。孤独なあなたにはどうやら仲間の良さがわからないみたいね。誰が孤独だと？ルイを奪われ、信者に偽物と罵られ、教会を追い出されたのはどこの誰だったかな。確かにその事実は変わらないわ。けど避難者は私をずっと信じてついてきてくれた。たとえたった一人だけでも私を信じてくれる人がいる。それだけで命を懸けて戦う理由は十分すぎんだよ。理解できんな。まあ真のぼっちには理解できなくて当然だよね。誰が真のぼっちだ。だって本当のことじゃん。昔の私はどうだったか知らないけど、今はコンパやアイちゃん、そしてノワールにベールにブラン、メイジスちゃん、マベちゃん、鉄拳ちゃん、サイバーコネクト2ちゃん、ファルコムちゃん、プチコ。だからプチコじゃなくてブロッコリーニュー。そしてイーズン、これからもみんなで楽しくやっていきたいからここにいるんだもん。楽しくなかったりお友達がいなくちゃそこまで頑張ろうと思わないよ。大義名分のかけらもない、ずいぶん気楽な考えだな。いにしえの四英雄が聞いて呆れるぞ。やっぱり？実は私もそう思うんだよね。けど他人が見てどうとか関係ないよ。誰かといて楽しいとか
ずっと一緒にいたいってすっごく大切だと思うんだ。だから私はマジコンヌを倒してみんなで見るって決めてるんだ。ゲーム業界のハッピーエンドをね。かっこよく続けると思ったけど、相変わらずネプコはネプコみたいね。けど、それでこそ私たちのネプネプです。へい、どいつもこいつも似たようなことをほざけよって。貴様らがあがこうが、ゲーム業界が滅びることに変わりはせん。この滅びからは逃れることなどできないのだよ。マジコンヌ、もうあなたには言葉は届かないのですね。なら力ずくで止めるまでよ。私たちのゲーム業界を滅ぼさせたりなんかしないわ。油断はしない。本気で行くわ。決めさせてもらうわ。さあ気合を入れていくわよ。私で終わりにしてやるぜ。念のためやっておくか。さて、倒されたいのは誰だ。知ってろ。これでどうだ。そこもらった。誰にしようか。聞かねえぜ。私の番ね。確実に仕留める。貴様に決めたぞ。ほらよ、このてか行くぜ。私の番だね。これでどうだ。もらった。これでどうだ。もらった。決めさせてもらうわ。遅い。確実に仕留める。確実に仕留める。確実に仕留める。貴様に決めたぞ。この程度かよ。私の番だね。知ってろ。これどうだ。どこだ。もらった。いつでも行けるぜ。おらおら、くらえ。このくらえ製品フォアだ。君受け。この程度かよ。決めさせてもらうわ。そこ。正面から切り込むわ。私の番だな。もらった。これでどうだ。全員刻め。私で終わりにしてやるぜ。でかっ。ルイの女神の実力思い知ったか。少し胸が成長したようで。私は女神を超える神にしてゲーム業界を滑る者。その私がなぜこのような女神や人間どもに。マジコンヌ、あなたの野望ももうおしまいです。いいぞ。人の身に女神様の力は有り余るのです。これ以上はあなたも苦しむだけです。汚れた力など捨てると祈ってください。四つに分かれた女神様の力を持つ今のあなたなら、私がその願いを叶えることができるはずです。何を言うと思えば、未だそのような考えを抱いていたとはな。つくづく愚かな奴だよ、お前は。イストワール、もうあいつには何を言っても無駄よ。長年過ごした奴を救いたいってのはよくわかる。だが、あいつは手遅れだ。今、あなたや私たちにできるのは、これ以上、彼女やゲーム業界が苦しむ前に、解放してあげることですわ。やっぱり、もう手遅れなんですね。マジコンヌ、
あなたとの因縁もここで終わりよ。それはどうかな。そんな、回復した。イーサン、これはどういうことなの。わかりません。ですが、これはシェアの力によるものです。シェアの力って、この世界のどこにこんな奴を信仰しているバカがいるっていうのよ。そうよ、マジェコンヌなんて信仰するはずないわ。するさ。貴様ら女神たちに向けられる眼差しとは全く逆のものだがな。真逆だと。魔王ユニミテスの名を忘れたか。なぜそのような偽りの魔王を広めたと思っている。あれはイーストワールの力でユニミテスを作り出すためだろうが、それとこれがどう関係あんだよ。貴様らが人々のシェアを糧にしているように、私も糧にしているのだよ。畏怖や恐怖心をな。世界の崩壊、絶対的な支配、そういったものに向けられる畏怖が今の私に対する力の源だ。そんなの無茶苦茶すぎるわ。ですが、それが目の前で起こっている以上、認めざるを得ませんわ。ネプネプ、どうするですか。簡単よ。何度でも倒せばいいわ。マジェコンヌより私たちの方が勝っていることに変わりはないもの。それはどうかな。この世を支配するありとあらゆる畏怖よ、恐怖心よ、我が元へ集うのだ。どうだこの姿は。そしてうちよりみなぎるこの力、これなら女神どもに負けたりせぬわ。な、あの姿は何の冗談だよ。あれはまるで悪夢だわ。素晴らしい、生まれ変わった気分だ。見るがいい、我が偉大なる神さえ超越したこの姿を。マジェコンヌ、あなたは人の姿をも捨ててしまったというのですか。別れとは言わん。知れ、これぞ女神を超えた真なる力。もはや言ってることがめちゃくちゃね。それほど不なる力に飲まれているということですわ。まったく、自分が飲み込まれちゃ元も子もないでしょうに。おお、おい、のんきに話している場合じゃねえぞ。あいつのパワーがどんどん上がってやがる。暴走してるみたい。さすがにこれはちょっとやばいわね。やはりあなたを倒すしか、あなたを救う方法はないんですね。ネプネプ。大丈夫、恐れることはないわ。イースも言っていたでしょ、シェアとは人々の願いや祈りだって。ゲーム業界の消滅の危機に瀕している以上、畏怖や恐怖心が人々の心を支配するのは当然のことけれど、畏怖や恐怖心が大きければ大きいほど、人々が私たちに向ける願いや祈りも強くなるのよ。これは。おいおい、嘘だろ。なんつうシェアの量だよ。量だけではありませんわ。シェアに込められた願いや祈りもとても強いものですわ。そしてとても暖かい。それに
なんだか力もみなぎってきたぜ。おお、私たちは人々の願いがある限り決してあなたに負けない。マジェコンヌ、ここであなたとの決着をつける。私は負けない。相手は誰？さあ、気合を入れていくわよ。私で終わりにしてやるぜ。念のためやっておくか。貴様を。私の番だね。これでどうだ。もらった。これでどうだ。闇に生まれる。私の番ね。確実に仕留める。遅い。そこ。バリアブルエッジ。貴様を。いつでも行けるぜ。行くぜ。この。行くぜ。行くぜ。くらえ。行くぜ。でら。くらえ、製品フォアだ。私の番だね。もらった。もらった。これでどうだ。そこ。魂。コールが貴様を決めさせてもらうわ。確実に仕留める。そこ。なぎ払う。私の番だな。これでどうだ。これでどうだ。もらった。もらった。呼吸とす。滅ぼす。ほらよ、みんな滅ぼす。ほらほら、ほらほら、ほらほら、真っ二つにしてやるぜ。私の番に。遅い。確実に仕留める。バリアブルアース。滅ぼす。これよ、オペレーションジハードを開始する。呼吸とす。いつでも行けるぜ。行くぜ。行くぜ。この。シュトルムフィート。私の番ね。遅い。そこ。バリアブルエッジ。私の番だな。その身に正義を。滅ぼす。私の番だ。みんな滅ぼす。永遠に悪空間をさまよう。ほらよ。叩き切る超特急の旋風の一撃。してもらうわ。
私たちで終わらせますわよ。援護するわ、ベル。さあ、喰らいなさい。これで私の番ね。さあ、気合を入れていくわよ。これよりオペレーションジハードを開始する。でどうだ。もらった。そこだ。ほらよ。念のためやっておくか。相手は誰？そこ。確実に仕留める。ジャンピングアース。この野郎。オペレーションジハードを開始する。そこ消えろ。進行のスクリア、いつでも行けるぜ。行くぜ。てらー、くらえ。雑魚が生きがってんじゃねえぞ。相手は誰？遅い。ジャンピングアース。さて、倒されたいのは誰だ。そこそこそこ。闇に生まれる。この行くぜ。くらえ。行くぜ。こいつで私の番。黙れ。せい。遅い。せい。バリアブルエッジ。さて、倒されたいのは誰だ。これどうだ。そこだ。もらった。呼吸突貴様を聞かねえ。させてもらうわ。せい。そこ確実に仕留める。遅い。そこそこ。なぎ払う。さて、倒されたいのは誰だ。見せてやろう、究極の科学術式を。さあ、聞かせてもらおう、貴様の最後の声を。永遠に悪空間をさまよう。女神の実力、思い知ったか。レベルアップよ。どんどん強くなるです。レベルアップ。マジコンヌ、これでとどめ。ゴー。やったの。確かに
手応えを感じたわ。見て、マジコンヌの体が崩れていくわ。これでゲーム業界は救われたのですね。はい、これでゲーム業界は救われました。女神様たちの勝利です。やったです。ネプネプたちの大勝利です。とは言ってもこっちも立てないくらいヘトヘトなんだけどね。けど勝ちは勝ちよ。この姿にまで落ちて私を破るか。女神どもよ。ごめんなさい、マジコンヌ。あなたを救うことができませんでした。イース、ただではやられぬ。貴様らだけでも道連れにしてやる。力が、世界が手に入らぬのなら、こんな世界なくなってしまえばいい。な、何？何が起こってるの？これはいけません。マジコンヌが蓄積した負のエネルギーが暴走しています。そんなこと見りゃ分かってんだよ。まさかそれが爆発するとか言うんじゃねえだろうな。その通りです。下界への被害は分かりませんが、間違いなく天界は消滅してしまいます。マジかよ。せっかく倒したと思いましたのに、最後の最後でやってくれますわね。はた迷惑なやつにゅ。何のんきなこと言ってんのよ。展開が消滅するって言うなら早く逃げるわよ。さあ、ノワール様は私の方に。あ、私も。ありがとう、二人とも助かるわ。ベール様は私に。それなら私も手伝おう。お二人とも助かりますわ。じゃあドラン様は私が。ブロッコリーもお手伝いするにゅ。ちょっとネプチューヌ、何ぼーっとしてるの。早く来ないと巻き込まれるわよ。ネプコ、私たちで最後よ。早く逃げるです。コンパ、アイちゃん先に行ってて。こんな時にまで何バカなことを言ってんのよ、あんたは。こいつは今にでも爆発しそうなのよ。それは分かってる、分かってる。じゃあなんで。けど苦しむ彼女やイースを見ていられなくて。で今度は何をするつもりなの。まあ今ので大体は予想はついたけどね。マジコンヌを助けるわ。だと思ったわ。ネプトゥーヌさん、お気持ちは嬉しいのですが、すでにマジコンヌは手遅れです。それに早く逃げなければネプトゥーヌさんだって無事では済みません。イース、私思うの。マジコンヌは先代の女神様の力に固執したわけ。きっと先代の女神様みたいに生まれたての私たちも道を外さないよう育てるために女神の力が必要だったんじゃないかしら。マジコンヌさんなりの親心だったんですね。私たちはあんな姿になったマジコンヌしか知らないけど、もしかしたら昔は普通にいい人だったのかもしれないわね。だからマジコンヌが私たちのために落ちたのなら救ってあげたいの。ネプチューヌさんの気持ちはすごく嬉しいです。ですがマジコンヌが力への欲望を捨てきれない限り不可能です。いいえ、不可能を可能とする奇跡ともいえる力があるわ。それはシェアと
人々の願いや祈りの力。私はこの剣にマジェコンヌを救いたいという願いを込めるわ。ネプネプがそう言うなら、私もマジェコンヌさんがいい人に戻れるように願うです。ですが、それはあまりにも無謀すぎます。そんなことができるなら初めからそうしています。確かにイストワールの言う通り、無謀以外の何でもないわ。けど分の悪い賭けは嫌いじゃないわ。二人よりも三人、私も祈ってあげるわ。ありがとう、二人とも。コンパさんもアイエフさんも何を言ってるんですか。ネプテューヌさんを止めてください。こうなったネプコはもう誰にも止められないわ。いい加減諦めたら。諦めたらって。アイちゃん、コンパ、イースもお願い。そしてみんなと共に先に帰っていく。必ずネプネプも帰ってくるですよね。約束するわ。必ずマジェコンヌを救って一緒に帰るわ。だからとっておきのプリンを用意して待っていて。約束ですよ。嘘ついたら針千本入ったプリンを食べさせるですよ。それは勘弁願いたいわね。アイちゃん、コンパクト、ノワールたちをお願い。最後までわがままばかりでごめんなさい。今さらわがままの一つや二つ増えたところでどうってことないわよ。それよりも必ず帰ってくること、いい？私を誰だと思っているの。主人公オブ主人公ことネプテューヌよ。その言葉絶対よ。みんな一旦さあ、マジェコンヌ、その苦しみから解放してあげるわ。光、これはシェアの力。でもどうして。